皆さんこんにちは、てつりです。今回は東京国際空港羽田空港へやってきました。今から飛行機に乗っていこうと思います。保安検査場へ入ります。さて、抜けてきました。こちら東京から大阪神戸空港までを飛行機で移動していこうと思います。出発まではですね、もう少し時間があります。約3時間ほどですね。さて、こちら今回乗っていくのはただ飛行機に乗っていくわけではなく、 ANA の国際線座席サービス最高クラス、プレミアムクラスに乗っていきます。こちらは搭乗券もデジタルのものを用意しました。買いもありましたけどね。さて、クソガキが ANA ラウンジへ潜入していきます。この ANA ラウンジはですね、プラチナ会員、ダイヤモンド会員とプレミアムクラス利用の人が利用することができます。こんだけ、コンセントとかも装備されたところへやってきました。ジュースとお菓子が食べ放題ですね。なんか紙のスマホスタンドももらいました。酒とかもあるそうですが、僕は飲みません。残念です。さて、このラウンジにはですね、 Wi-Fi 完備、コンセントもありまして、このように今ご覧いただいているように、僕の YouTube をしっかりと見ることができるぐらい高速な Wi-Fi となっておりまして、快適でした。これ1人3000円でもですね、確かこの ANA ラウンジ入れたと思います。さて、クソガキは黙ってジュースを飲みましょうということで、お酒もあるんですが、残念ながら僕はまだ20歳になっていませんのでね、飲んでいこうと思います。さて、このラウンジ 100V 電源もありまして、パソコン給電もしっかり対応。ここでですね、24時間過ごしてもいいぐらいという感じなんですけども、営業時間はあります。この広々とした椅子とこの快適なラウンジ環境、こちらは酒のおつまみ菓子だそうですが、柿の種やあられなどが搭載された小袋になっております。さて、普段お酒を飲まないクソガキもですね、絶賛のおつまみということで、オレンジジュースと一緒に飲んでも美味しいですね。いっぱいいっぱい食べてしまいまして、もう間もなく時間が迫ってきております。もうラウンジを抜けていくことになります。このラウンジというのはですね、新千歳だったり伊丹だったり福岡だったり那覇だったり、いろんな主要な空港にいっぱいありますので、皆さんもぜひ利用してみてはと思います。さて、もう搭乗口へ行きますよ。こちらラウンジの出口を出まして、今回の目的はこうラウンジを利用することではなく、プレミアムクラスに乗っていくという話です。そう、早速、この ANA の、プレミアムクラスに乗ることができるんですね。その前にですね、搭乗口まで移動するにあたってこんなものを見つけました。今実証実験だかなんだかしてるらしいんですが、自動運転で 67B の搭乗口まで向かってくれるそうです。シートベルトしなきゃいけない。シートベルトしました。よろしい、ここへ行く。もなく出発です。さて、僕はこのようにですね、動画を撮ったりとかしていましたが、ここからですね、約搭乗口まで10分ぐらいの時間がありまして、この10分間の間何をするか、別に携帯をいじってても前を別に注意せずとも、この自動運転のこの車椅子のようなものがですね、あや向こう側から人来てるな、よし起きようとか止まろうとかっていうのを自動で判断してくれるということになっております。足が疲れている時には最高です。またですね、後ろ側にこちら荷物も積むことができまして、若干スピードは遅いですが、とっても大変便利な乗り物になっておりました。さて、しばらく走っているといきなり左側にコースアウトしていきます。俺大丈夫かな大丈夫かなとかって思ってたんですけど、ちょっとずつ修正していきまして、この動くほどに乗るわけではなく、ちゃんと右側を走っていきます。ですがね、これに乗ってるとね、やっぱり恥ずかしがり屋さんなんかだと周りからの視線がすごいやばいのでですね、もうちょっと普及してから乗るというのをおすすめします。若干乗り心地がね、ガタガタして横揺れがあるから、それ以外はいいね。さて、このウィールという乗り物になっているんですけども、こちらはですね、大人でもおじさんでも子供でも乗れるということで、これ乗り物も設置されておりましたが、これは別に年寄りが使っても若い者が使ってもクソガキが使っても大丈夫なそうなので、なんか 40% って書いてある。充電とかあるんだ。こちらは YouTube の宣伝はしちゃダメなんですかね。インスタと Twitter と Facebook がありました。YouTube のハッシュタグまた探してみようと思います。まだまだここ5分ぐらいしか経ってません。時間的にはですね、徒歩の 1.5 倍ぐらいの時間かかるかな。ですがスーツケース重いものを持っている時には便利です。皆さんもぜひ利用してみてはと思います。
これラウンジのところからね一気に出ていますので、このラウンジに使ってる人はここから出たらもうすぐそのまま行ってくれるみたいな、すごい快適でした。でしばらくするとね、折り返し地点かなとかって思ったんですけど、まだ全然違いました。さて反対側からやってきたこちら、返却されている階層ですね。これぞ返却階層椅子ということで字幕を入れておりますが、面白いですね。無人で動いている状態も面白いです。後ろから抜かれるときめっちゃ恥ずかしいな。これは結構スピードが遅いんですね。後ろから振り返りざまにね、おおすげえみたいな感じで見られるときがあるんですよ。結構恥ずかしいです。67番搭乗口もう少し先、左側からやってきたお客さんのセンサーが反応したのだか分かりませんが、一瞬急停車しましたね。さてこのウィールという乗り物は羽田空港にしかまだないという話なんですけども、10分ほどの旅が終了しまして戻ってきました。こちらが67番ゲートの場所なんですけど、あーちょっとまだまだなありだなと、そういう感じでございます。さて羽田と書かれておりますね。こちらがこの乗り物だそうです。これどこが作ってんだろう、それはまだ調べてませんでした、すいません。67A というふうに書いてありますが、もともと 67A 搭乗口から 67B 搭乗口というのに変更になりました。こちらが先ほど乗ってきた椅子ですね。僕が乗ってきたのはこの後ろ側の椅子でございます。無人で帰っていく姿、しかも前後2つに並んでいてめっちゃ面白いですね。これさて早速乗り込んでいきますよ。優先搭乗が受けられるんですが、残念ながら僕はちょっと遅く入りすぎたため優先搭乗というような速さではありませんでした。今回乗るのはエアバス A321 ネオとかいう機種かなになっております。さていよいよ乗車でございます。個人初めてですね、プレミアムクラスの初めてでしたので、ワクワクドキドキという感じでした。金持ちでもね、なかなかこう座るには予約取っとかないと窓側とか取れないって感じなんですけど、今回はしっかりと窓側を確保しました。足元が広々しておりまして、ちょっと拙い感じです。リクライニング機能や、また読書灯なんかもこちらにありますね。そしてこちら側には USB ポート1つと AC 電源が2つぐらいありました。シートはこんな感じで広々としております。エアバス A321 の他にボーイングとかにも使われているんですけども、そちらはもうちょっと豪華な作りとなっておりましたが、こちらもエアバスの中では豪華な作りの方、737だともう少し小さいらしいです。さて737やらボーイングやらいろいろ言いましたが、これは機種のことでございまして、こんな感じで美人の客室乗務員さんにクソガキの写真も撮影いただきました。さていよいよですね、もう間もなく出発という感じなんですけども、まだまだ優先搭乗ということでね、早く乗れましたので時間がかかります。これ一席で3つか4つぐらいの窓があるんですけども、こちら側面にはですね仕切りがついておりまして、知らない人が隣でもあまり気を使わなくて進むという素晴らしい席になっております。ドアクローズしたのが20時27分、定刻は20時30分ですのでいい時間ですよね。さてこれからこの機体はプッシュバックという作業を行いまして、エンジンを起動させ滑走路まで自走すると、そういうような感じになっております。向かい側に、お、なんかやってきたな、こちらなんていう機種なんですか。まあおそらく今僕が乗っている機体エアバス A321 と同じような感じの機体だと思います。これ前の方の席だとですね、客室乗務員さんの動きなども観察できまして、機長さんとやり取りしているシーンなんかも見ることができました。なんといっても CA さんは美人勢揃いですからね。こんな快適な環境なんですけども、残念ながらちょっと夜に乗りました。現在自宅のスリッパとして使用しているものはこちらでございます。持ち帰りは自由らしいので、今度から積極的に持ち帰ろうと思います。さてプッシュバックが開始しました。さてこの機体はいよいよエンジンを起動させて滑走路まで向かっていく、そんな感じです。現在時刻は20時34分。しっかりしたお手拭きのサービスを発車後すぐにいただきました。もう食事というのもあるそうなんでね、楽しみにしていきたいところですが、快適な快適な素晴らしいおしぼり、そしてですねゴミ袋まで用意いただいて、こういう細かいところまで気遣ってくれるのがですね、本当にこのプレミアムクラスに限らずキャビンアテンダントの方が本当にすごいなと思うところなんですけども、ちょうど今エンジンが起動し始めまして、奥の方にもなんか大きな機体がいるな、この機体よりは人一倍大きいという感じなんですけども、さてここからいよいよ普通に自走していくという感じになります。今安全ビデオの放映中ですね。さて足元見てみるとちょっと開放的すぎて怖いぐらいなんですよね。ちょっとふわふわ浮いてまして踏ん張れないかもしれないと怖がっています。さてこれから滑走路へ向かうということです。いよいよ自走し始めました。だいたいねスピード的にはですね 4,50 キロ
さて今まで、いましたターミナル2と書かれていましたが、羽田空港第2ターミナルを出発いたしました。第1ターミナルは JAL とかかな、スカイマークも第1ターミナルだった気がします。さて間もなく離陸というところです。もう滑走路の手前まで来ました。ここまでだいたい15分ぐらいかかったかな。結構、地上区間走行しました。さていよいよエンジンをフルスロットルと言いますでしょうか。エンジンパワー全開にしまして、いよいよ夜の羽田空港を離陸していきます。といってもですね、夜なんで本当に何も見えないんですね。とりあえず撮っとけという感じで撮りましたが、特に何も面白くないです。そしてこのプレミアムクラスというのは前側の席ですので、後ろ側に比べたらエンジン音も少し少なく、またですね、乗っている時の振動も少ないといった感じでございます。あとですね、前輪からずっと飛行機は上がっていきまして、着陸は後輪から始まりますので、振動がやっぱり少ないのは理にかなってるなと、そういう感じでございます。そして今浮きましたね。すごい、このふわって浮く感覚、最初はびっくりしましたが、今ではもう慣れた方です。さて東京湾のあたりをずっと登りまして、向こう側ちょっと見えているのが羽田空港、見にくいかな。そして奥にですね、ちょっと赤色のものが見えると思うんですけども、こちらが東京タワーということになっております。そしてこの東京タワーよりもさらに高い東京スカイツリーがちらっと見えるんですが、ご覧いただけるでしょうか。ちょっとスマホの画質が悪かったです、すいません。そしてこのあたりが千葉ですね。さて下に見えるのがこちら、先ほど離陸した羽田空港です。東方面に向けて飛びまして、大旋回をして今いる形に戻ってきているという感じです。ここから西へ向けてずっと神戸空港、大阪方面へ向かっていくというわけです。この飛行機1時間ほどで神戸まで着いてしまうというのだから、新幹線のだいたい 2.5 倍くらいのスピード。さていよいよ体勢が安定してきまして、リクライニングを起動させました。おお、すげえな、電動リクライニングですよ。快適な車内環境です。機内環境ですね。さて離陸したらですね、テーブルを出してくださいと CA さんに言われました。あ、もう準備食事の時間なのかという感じです。見た目は新幹線のグランクラス席のテーブルのような感じ。しかしですね、飛行機です、揺れるということもありまして、やっぱり航空機なのでこのように滑り止めがしっかりしておりました。ずーっとシートベルトランプが消えてしばらく経ってきてから、 CA さんがどんどんお食事の準備をしているのが伺えましたよ。さてもう何がやってくるのかな、何食べれるのかなとワクワクしておりますが、はい、やってきました、こちらです。お味噌汁までついてるんですね。ちょっとあのバシバシには入れられないと思うんですけども、お味噌汁と、そしてこの紙の環境に配慮したものを用意してくれました。こちら夜ご飯ということで、僕にとっては十分ぐらいの量です。先ほどラウンジでお菓子を食べ過ぎましたが、まあいい感じですね。いなり寿司と、さらにもう個人的に美味しかったのはやっぱりいなり寿司とね、カレー風味のなんかサラダみたいなのがとっても美味しかったですよ。紙を使っていて、今年ぐらいからかな、紙を使って環境に配慮したものに変わったそうです。さてお吸い物、あったかいものをこの空に飛んでるところでこんなものが飲めるっていうのは本当にすごいですよね。本当にうまいうまいと僕は思っております。さてこちらはオレンジジュース 100% ジュースですから、やっぱりうまいんですよね。グッドグッド。さてもう完食しちゃいましたよ。もうお腹いっぱいお腹いっぱい。僕の胃の中は結構ちっちゃめの容量なので、こんぐらいで足りるんです。他にもオレンジジュースをあと何杯かいただきました。だいたい1時間ぐらいのフライトですね、ご飯を食べたり、そして着陸離陸があるので、実際食べれる時間というのは30分もないぐらいなんですね。こんな感じで卵焼きだったり、カレー風味のサラダ、これは美味しかったですよ。あと味噌汁、いなり寿司、生ハムとかいろいろありました。さて、片付けていただきまして、しばらく、こう名古屋のあたりを今上飛んでいるというふうに機長さんから案内があったんですが、何も見ませんね、夜ですので反射しちゃいました。さてこちらモニターも装備されております。エアバス321はですね、この左側の肘掛けから出てくるんですけども、エンターテインメントをお楽しみください。なんか広告もついてるんだな。そしてこちら ANA のヘッドセットもついていまして、これいろんな音楽を聴いたりとかもできるんですね。素晴らしい限りです。さていろいろあるんですが、何見ようかな、とりあえずホームに戻って、日本語に戻しとこう、ちょっと韓国語を選んでいったみたいです。さてこちら機外カメラとかもあったんですが、何も真っ暗で見えなかったですね。もう名古屋過ぎたのかよという感じなんですね。もう今は三重県の上空、また滋賀県の上空あたりを飛んでるんでしょうか。いろいろな曲が聴きますが、最近流行りの J-POP とかはあんまり種類が少なかったですね。
平成ヒット、うわ懐かしい曲だなぁと言っても、平成生まれの人なんでね、大体今生きてる人は大体そうでしょう。なんか聞いてみよっかな。はい、こちらおつまみみたいなのをまたまたいただきました。さっきも食べたよと思ったんですけども、こちらは持ち帰りました。美味しかったですよ本当に、このおつまみは。そしてもう京都のあたりだ。早いな早いなという感じでございます。さて、アナウンス中とあるんですけど、もう間もなく着陸態勢に入りますよ。ですから皆さん、シートベルトランプ点灯するので、お席戻ってもらった方がいいですよみたいな感じの放送が今流れ出したんですね。早いな、もう実質40分30分も時間なかったんじゃないかなっていう感じでした。やっぱり東京そして大阪便というのはね、時間が少ないのが特徴でございますが、ここで、まあ、快適な機内環境を体験できたというのは素晴らしかったです。こちらブラインドも、必要ないですが開け閉めさせていただきました。本当に必要ないな。あー、そろそろ街が見えてきたぞ。こちらは高砂市の上空を飛んでいるそうです。もうこの辺りは僕にとっては地元の辺りでございます。だいたい向こうに見えるのは姫路の方かな、若干まだわからないですが、前の方のやつを見てみると、おー、もうこれ旋回して神戸空港西側から東に向けて入るんだなというのを見ることができます。今回は到着予定時刻はだいたい5分か10分ぐらい遅かったのかな。今下側に、ね、若干ですが明石海峡橋を見ることができます。さて皆さん見えるかな、ちょっと見にくいですが、こちらが日本で一番、つい最近まで世界で一番だった橋です。さて海がすぐそこに見えてきて、タンカーかな、あれ貨物船かな。あー、もう着陸だという感じなんですけど、あー着陸ですよ本当に。さて神戸空港に着陸です。東京羽田からは約1時間ほど。やっぱりですね、後輪から着陸しまして前輪が後につくので、だいぶね振動は少ないかなというのを思ったところでございます。またエンジン音なんかも後ろがあるんでね、静かでしたよ。神戸空港に着陸いたしました。ベルト着用サインが消えるまでシートベルトをお締めになって。さてこちら21時49分の到着でございます。予定時刻よりだいたい10分ぐらい遅れて到着しましたね。ですが快適な旅が長引いたというのはとっても嬉しい限りです。神戸空港滑走路を抜けまして、もういよいよさっきの羽田空港とは全然桁の違う小ささ、スカイマークをこの機体を見ると、あ神戸空港だなという感じでございます。神戸と書かれたこちらちっちゃめのまあターミナル、そろそろ国際線かなんかも行われてましてね、これから滑走路が1本増えて国際線の機体が来るとか、そんな話も今聞いております。楽しみですね。まもなく停止しますが、皆様の安全のためベルト着用サインが消えるまで。ということでこちら、プレミアムクラスに乗車のお客様ですね、先に降りないといけないんですね。というのも優先搭乗優先降機というのが行われるそうです。まあ、そんな感じで楽しい楽しい ANA のアナザースカイの曲を聴けなかった悲しい話なんですけども、ここからボーディングブリッジを渡りまして、あもう神戸に到着だよ、そんな感じでございます。ということで今回はプレミアムクラスに乗ってみたという動画でした。こんなクソガキみたいな高校生みたいなやつがですね、この ANA のプレミアムクラスに乗ってきたという動画でございました。今回はご視聴ありがとうございました。皆さんもですね、こちらプレミアムクラス大変快適でしたので、だいたい沖縄とか東京羽田とかだと十分堪能できるかもしれませんが、大阪神戸とかだと若干ね時間が短いかなというのを、難点そんな感じでおりました。ということでですね、本日はご視聴ありがとうございました。今画面に映っているのは羽田空港第2ターミナルで撮影したエアドゥのポケモン塗装の機体でございます。では皆さん他の動画でお会いしましょう。さようなら。